今からお休みの方も、今お仕事からお帰りの方もこんばんは。家事やろうやろうの時間のはずだったんですが、多分ね、このチャンネルで家事やろうやろうをやってるせいだと思うんですけど、本家の家事やろうが人気がかなり出てるみたいで、あちらで紹介された食材が今手に入んなくなってるんですよ。1週間前にネット注文したのがまだ届かないの。ということで今回は家事やろうがやれないので、全然関係ないキューピー3分クッキングの料理を作ります。キューピー、今日作るのはベトナム名ではポンチーです。何分かかるか測ろうと思います。今16時18分40、はい、スタート。18分47秒から始めました。ぴったり。では急いで作っていこう。テレビでやってたやり方と同じ感じにやります。お湯を沸かして麺を湯がいてくださいって言ってました。麺を湯がきながらタレを作ったりするらしいんですけど、今回はそうしないでくださいとテレビで言ってました。つけ汁が温かい方がいいから、麺は冷たくていいんだって。ではまずお湯を沸かして待つ。で待つ間トークでつなぐの。コロナだしさ、家からできないからさ、まあ、そういった話を、うん、みんなね、家にいようっていうことでね。そうするとさ、体がなまってきますよ ね。だからさ、トークもさ、運動しようかなと思うんですよ。お湯沸いた。もうちょっと。もうちょっと。でもね、おうちの仕事ってのは、ようやくね、感染者数が少なくなってきましたよね。で、熊本はその熊本住んでるんですけど、今週あたりから段階的に、もう自粛解除していくんだって。だからね、もうね、普通の食べ物屋さんとかも、ぼちぼち開いてきてるんですよ。うん、だからね、もうね。よかったねー。って、言うてましたよ。祖父母が。わいわいだ。まだ沸かないの。お湯がようやく沸き始めました。麺を入れようと思います。これ1袋 150g です。なので2袋麺をちょっとだけ余ってます。リーク何分に沸きます。6分。3分の1に沸きどういうつもりでやってるんだろうね。ジャロとかはさ、動かないの。あれビーフンってなんかさ、ほら光ファイバーみたいやね。これをザルに出して洗う。そうめんと一緒だね。つまぐい。え？アズンクが20代後半の頃、初めて一人暮らしをすることになったきっかけっていうのが、一緒に住んでた両親が転勤で海外に行くことになりまして、で、アズンクで急に置いていかれて、で、海外に行って半年以上かな、一回も電話も来ずに。それでアスドックの誕生日の日に国際電話、知らない番号がかかってきて、パッと出たらうちの母親ですよ。母親で、あ、タイチ、アスドック本名をタイチって言うんだけど、タイチ今ねバカンスでベトナムに来てるの。あなたフォー食べたことある？フォー美味しいわよ、フォー。じゃあね、ガチャ。ブーブーブー。多くない。次はタレを作ります。もう一回お湯、分量あと大さじ2、この粉ね、酢が大さじ1だった。ヌクナム、これ
ベトナムの魚で使った醤油だってない時はナンプラーでいいって言ってた。1、はい、これでだしは出来上がり。次は豚肉、豚バラに表面だけに塩コショウ少々って書いてあったけど、見た感じはね、結構食ってたよ。中強火です、中強火で、カリッカリになるまで炒めるんだって。結構美味しそうね。こんな感じで、これをさっきのタレに熱いうちに入れ込むと、だしをね、吸ってくれるらしいだよ。これ超うまそうだよ。え、超うまそう。意外といいかもしれない。できましたー、ポンチです。食べてみよう。これ美味しそうだね、これ。何が好き？多分ね、ヌクマムの香りだと思うんですよ。このなんかちょっと魚臭い感じ、あんま好きじゃない。3分クッキングをアストドッグが作ると、アストドッグが作ったという誰も認めてはいないんですけど、40分クッキングでした。一応全部食べるよ。好きじゃない味だけど。チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録を。